はい、えー、じゃあ、時間になりましたので、始めたいと思います。えー、今日はですね、えー、介護福祉士、外国人の介護福祉士、えー、制度ですね、えー。これが、あの EPA がですね。ゼロ八年から発行しまして、インドネシア、フィリピンからあの介護福祉士の方々あ候補ですね。その日本の国家試験を受けて。 日本で働いていただける方々が大勢、こっち来ておられるんですがなかなかその試験が難しいということで少なくとも看護師については11%という合格率で介護福祉士はです、ね、今回初めてその試験の結果が出たんですがこちらの方は36%という形で合格が出ました。 で今日その午後1時にです、ねそのえー、実技試験の方の、ね、発表があったんですね、多分ね。で、ここであの94人来られている中の中で,です、ね、35人の方が合格されましたで。今日はその中で2人の男女1人ずつのです、ね、方に来ていただき、その、なんて言いますかね、あの喜びの声と、それからそのこの4年間ずっと日本で学んでこられたわけですけど、 それについて彼らは感じてきたこと、それから抱負を語っていただき、かつですね、この介護士の候補の方々をね受け入れられている現場の施設長の方、それからその施設全体を束ねている協議会の会長さん、この4人の方々に来ていただいて、この問題点と、それからその実態をですね話していただこうという企画であります。 えー、こっち私の右からあの簡単に紹介してあと自己紹介していきますけれども、えー、まずはこの男性の方はですねワヒューディンさんですね、えー、30歳の男性です徳島のお施設にであの研修をされておられましたそれから女性がアスリさんです26歳の女性であります、えー、岐阜の施設で、えー、研修されておりました それからえー、っとその右手にいらっしゃるのがあまさにその研修生を引き受けていらっしゃる受け入れていらっしゃる、えー、特別養護老人ホーム力夫荘施設所の柴山義明さんそして一番右手にいらっしゃる方が全国の協議会の常任顧問である中村博彦さんですで今日は進め方としてですねまずあのこの研修生の方々に5分か10分ずつですねその 冒頭発言をさせていただき、それからその全体補足するような形で柴山さんと中村さんにもそれぞれ発言をしていただき、それから皆さんの質問に答えたいと思います。そういう形でやりますのでよろしくお願いします。えー、あの私はあのこの党企画委員会のメンバーである倉重と申します。よろしくお願いいたします。全体して時間はあの1時間プラスアルファで運用したいと思いますので、よろしくご協力願います。 ではまず和風、えー、ンさんから発言をお願いいたしますどうぞ皆さんこんにちは先ほどご紹介していただきましたありがとうございました徳島県の介護老人保健施設ジャンボ力風会和風ンと申します今日は私が合格したのは夢にも見なかったです やった分厚い壁通ることができて、本当に嬉しかったと思っています。インターネットにて、私が合格するのは確認できてから、すぐ家族に電話して、みんなおめでとうと言われてくれました。本当に嬉しかった。そして、日本で毎日心配している 施設にいらっしゃる高齢者の方々私も施設に電話して私が合格しましたということをしていました。本当にみんなも喜んでくれました。今日は私が合格して本当に今までこの3年間皆さんがいつも応援してくださっている皆さんが本当に心より感謝を持って ご確認ありがとうございました。皆さん、3年間前、私は日本を選んだ理由は、やっぱりこの EPA の制度の中で、ドイツ労働、ドイツ賃金という制度があるから、私が日本で働いたら、日本人と同じ給料をいただく,ただくことができるからを、 私が選びました。なぜかというと、他の国では外国人労働者が安く使われていることを現状であります。そして私のイメージの中では、日本という国は進んでいる国として、高度な技術を持っている国として、私が日本でいろんなこと、介護をもちろん、 他のことを学びたいという理由で日本に来ました。やっとこの3年間過ぎました。いろんなこと、悔しいこともあるし、うん、嬉しいこともありました。私が今までずっと悩んでいることは3つあります。うん、1一つは、この3年間、私が一生懸命働いて、 私は仕事もできていて、しかし、施設の中では私は職員として認めてくれない。私は職員としてカウントされていないということを悩んでいます。なぜか、何が問題なのか。やっぱりカウントされていないから、自分が一生懸命仕事していても、自分が仕事ができていても、 自分が記録でも書くことができない。自分の名前でやってきた仕事を書くことができないということを悩んでいます。いわゆる幽霊職員とよく言われています。やっぱり誰でも自分がやったことを自分で責任取りたいです。でも 私たちは外国人介護福祉候補者はそういうところはできないということを私が悩んでいます。そして2つ目は今までずっと悩んでいるのは日本に来る前私が聞いているところでは介護福祉士国家試行のチャンスは1回だけですね。うん、でも同じくインドネシアから来た 看護の候補者は2回のチャンスが与えてくれました。この点では私にとっては日本の政府は不公平ではないかと思っています。今日は不合格友達が60%上回っていると思います。私が合格したとしても私が合格してもやっぱり 自分の嬉しさは、嬉しさはあまり表現できない。今までずっと頑張ってきた仲間たちが試験にダメだったら、多分これからそのダメな人が、その不合格な友達はインドネシアに帰ることが多いと思います。やっぱり最初から、最初から一発のチャンスで、 1>, 1回のチャンスだけ与えてくれたから、やっぱり合格だめ、合格だめだったら、インドネシアに帰るということをみんな考えていますね。うん、最初から4回というチャンスが与えてくれたら、もっと余裕を持って試験を受けることができると思います。そして、私が今、 介護福祉士に合格して、これは私にとっては、まあ嬉しいと思いますが、やっぱりその嬉しさは先ほど言ったように、そんなにあまり嬉しくないと思います。やっぱり友達も友達のことを考えて、自分をこれからどうやっていくかな。ダメ、落ちた友達がこれから どうやっていくのかみんな考えているところだと思っています。そして最後に今後私が介護福祉士として日本で介護保険制度などを学びたいと思います。そして後輩,後輩たちの先輩として後継者の育成の役割を持ってみんなに 自分が今までやってきたことを教えてあげたいと思います。みんな日本で頑張ってやっていくように、これから後輩たちを応援していきたいと思います。そして、一年前になって介護施設で頑張っていきたいと思います。今日は本当に合格ありがとうございました。じゃあ続いて、アスリーさん、お願いいたします。 んこんにちは、えっと、岐阜県内の特別養護老人ホームサインライフ飛行坂アスリー・フジャンティ・サイランと申します、えっと、先ほどインターネットで合格発表を確認して無事に介護福祉士・国家試験を合格できました本当にありがとうございました、えっと、EPA 一期生として2008年に日本に来てから大阪の完成国際交流基金6か月間ぐらい日本語を勉強しましたその後岐阜のサンライフ飛行坂で仕事をしながら日本語を勉強していました岐阜に来て日本人のスタッフと住んで日本の スタッフに日本の生活習慣や文化を教えながら勉強をしていました。私は日常生活や勉強するとき、いつも誰かいてくれて、何か困ったことがあったらすぐ聞ける人にいてくれているので本当に助けております。心ここから本当に感謝しております。施設のスタッフや 先生たちからいろいろなサポートをしてくれるのでその代わりに自分にももっと頑張らないといけないのです一緒に一緒に一生懸命勉強して合格ができみんなに誇りを持ってもらえるようにそしてみんなの喜びの顔を見たいです一緒に来た友達が104人で初めての試験で みんな合格して日本で働いて働きたいと思います試験が終わった時にテストが難しくて一回チャンスしかないことも思い全員の合格は難しいと思いました日本に来る時みんなやる気があって看護の免許を持っているでもか日本語が勉強壁になりました 勉強の時間もバラバラだし、一人で勉強している人もいるし、先生ついている人も勉強が、もいます。私は日本に来てから、あ u いうから勉強して、3年間で国家試験の勉強、プレッシャーがとても高いです。自分一人でも試験を合格することは難しいと思いました。 今回、合格できなかった人にも、もう一回チャンスがありますが、これからの1年間がどうやってサポートしてくれるのか、本人と施設の担当者が努力して、お互いに確認して一緒に頑張らないといけないのです。候補性能としても、今よりこの1年間が、プレッシャーがもっと大きくなると思います。 これから介護福祉士として、精査員の制裁としてスタッフがやっていることがすべて経験したいです。そして、もっと利用者さんにも優しくお世話したいです。それともニュースや新聞から情報を得てスキルアップしたいです。そして、日本の福祉の世界をもっと学んでいたいです。 最後にも今まで学んだことやインドネシアにもみんな教えてあげたいと思います。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。では柴山さんお願いいたします。はい、あのこちらの方は拍手は多分いらないと思います。 はい、えー。ただいま、あの、紹介していただきました、えー、特別養護老人ホーム緑風荘の柴山と申します。えー、今、あの、二人が、えー、合格の報告をこうしたわけでございますが、えー、今回の、えー、24回の介護福祉士国家試験、インドネシアの、えー、彼たちの仲間が95名受けました。そして、あすみません、94名。そして、 35名の者が合格をいたしました。ということは、59名の者が不合格ということになったわけでございます。私たちの法人におきましても、3名の第1陣の候補生を抱えております。2人人がが合格をして1人が 不合格という、結果になりました今日この場に来させていただきましたのは、この落ちた59名のものの代弁者として、この場所に座らさせていただきました。本当に今日の合格発表を機にして、この EPA 制度の見直しを本当に考えていただきたい。 それをまた皆様方の力で動かしていただきたい、そういった願いでいっぱいでございます。本来でございましたら、東方人でも落ちました一名の横へ、すぐ駆けつけて、今夜一晩一緒にいたい、その胸でいっぱいです。ただ、よくこういった会見の場所で 聞かれることがございますなぜあなたの施設は、あなたの法人は、こういった EPS a 制度を受け入れたのですかっていう問い合わせがまずあります。私たちの法人では、一つは国際貢献、社会福祉法人は非課税法人として、地域貢献に寄与する。 今のこのグローバル化の中で、地域貢献として、一つ国際貢献に関わってみようという。そしてその中で人材を育成できれば、これが今後の日本の介護の人材となり、そして日本の介護がアジアへ、世界へと輸出されるものになっていく。そういった大きな意味合いがございました。 日本の人口減少。超高齢化社会。高齢者は増え、介護を支える者は減ってくる。厚労省は、この EPA 制度、人材確保の制度でないと言います。でも、 今ここに報告した彼たち、その仲間たち、94名全員は、インドネシアで、看護師という資格を持って来日してきたわけです。彼たちは日本に来る前、日本に行こうか、クエートに行こうか、その選択がございました。例えば、 僕の子供がその選択に入ったとき、日本を進めるでしょうか、同じイスラム教の国へと進めるはずです。その中で彼たちは自分の意思で日本を選び、日本の技術を学びたい、そうやって来てくれた仲間です。 だからこの落ちた5 9九 m のおろがつらいんですそういった意味で本当に皆様方のお力を借りたいよろしくお願いいたします厚労省の方はいろんな形で制度の改正を見直しようということでやっております例えば夜勤職員配置家さんこの2月に 出しましまたインドネシアの子に、その部分の人員配置だけは認めましょう。でも、早朝、夜間、どの特別養護老人ホームにおきましても、配置基準以上の人数を置いてやっております。彼たちに早朝の手伝いをしていただきたいんじゃないんです。 彼たちにしていただきたいのは、本当に一対一。日本の介護の中で、やはりプライバシーを確保する。そのプライバシーを確保できる一対一の介護。その場面に彼たちを使うことができない。例えば入浴会場。誰もが多くの介護職員の前で裸を晒したくはありません。 ですから、介護現場では1対1で介護します。1対1で介護したとき、彼たちに技術があっても、万が一のとき、事故は起こります。そのとき、彼たちの事故報告書では、配置基準がない上で、我々施設長としても、管理者としても、入浴介護をしなさいとは言えないわけです。ワヒディンの方から 記録の問題もおっしゃっていただきました。入浴会場においても、排泄会場においても、同じ問題があるわけです。我々は受けている以上、人員配置基準を守って、その中で受け入れをしております。ただ、彼たちにそういった介護場面で、介護をお願いすることができない。 その悔しさを分かってほしいんですまた先日厚労大臣は介護福祉士の候補生の試験時間延長もおっしゃっていただきましたでも今日の合格発表で僕はこれから帰って その落ちた子に、時間が延びるから、もう一年頑張ろう。それで彼の気持ちは止まりません。一度切れた糸を結ぶことは、すごく難しいことなんです。彼たちに帰国の意思がある限り、思いとどますこともできません。一つの事例が、看護師の 候補生のことであろうかと思います。インドネシアの看護師の一期生、昨年、看護師の試験において、最低合格ラインのところに足切りラインを決めました。それで、六十数名の者のが残って受けることができると、発表されました。でも実際、今年、受験をした者は二十数名。 6割強のものが帰っていったわけです。これは介護福祉候補者にも同じことが言えると思います。乱立する前、一度の試験で、その試験をクリアするために頑張ろう。それで今日 59名のものは、多分夜寝ず、自分のこれからの不安に対して考えていると思います。彼たちが母国で医療系の資格を持ってないんであれば、こういったことは申しません。利用者、入所者の心に寄り添う介護ができる。 そういった人物ですから、本当にこう、人員を見直していただき、それぞれの介護場面で彼たちが活躍できる。そういった場面を作っていただきたい。そしてその中で、頑張って日本の介護を支えていただきたい。そしてその介護をアジアに、世界に送り出していく。 そういったことが僕は今日本に必要だろうと思います。2025年には70万人とも100万人とも足りないと言われています、介護職員は。厚労省が介護人材の確保のためでないと言いながら、今帰っていったら彼たちは日本をよく言うはずはありません。他の国に一歩二歩、極端なこと言えば中国に韓国に 一歩二歩遅れる制度になっていくそういった優秀な人材を日本に残すそういったことにつながればと思いますので今日一日よろしくお願いいたしますはいありがとうございましたでは中村さんお願いいたします三年前の一月二十九日にインドネシアの 介護候補生がやってまいりましたまあ、私たちは本当にこの3年間彼らも努力をし汗を流し涙を流して頑張ってくれました私たちもこの取り巻く講演者でございますけれども講演者も本当に制度小さな制度を 変える努力を一生懸命してまいりましたまさに3年間の戦いということでございますその結果が漢字にルビーを振るだとかそれから受験回数の問題だとか多少は進展を見ましたしかしもう皆さん今のこの介護現場本当に 優秀な人材がなくては認知症ケア人とってみてもこの人材本当に必要でございます骨折をすれば寝たきりになるんです肺腰症候群衰えます本当にこれは優秀な介護職いなくては大変なことになる2000年 あと15年後ぐらいには90万人2025年までには90万人の介護職がいると言っています私はこの制度が一つの誘い水になれば呼び水になればと思って努力をしておるもんでございますそれとまあもう一点もうデータを調べたら皆さんもびっくりすると思いますが中国を見ても 高齢者が1億人超えてます。北京の介護サービス、東京より町が多いとまで言われてきました。まあ、こういう中で、やはり、この人材、本当に欠乏しておるとお考えいただいたらありがたいんじゃないかと。そして同時に、中国も、 韓国もアジアはみんな高齢化が進んでいます。そしてまあ今回のこのあろよ小泉会談安倍ユ戸の会談でインドネシアのフィリピンが始まりましたがこのこんなにも数値が悪いのかとマッチングが少ないねってよく言われますね。これはあのマッチング刺さないように ハードルを高く高く日本側がしておる結果マッチングの数が大変少ないとまあこういうような状況はまさにこの人員配置基準によるわけですけれども介護の現場はご存知のとおり業務独占の世界でございません介護福祉士でなければだとか看護師資格を持っていなくちゃダメだっていう業務独占の世界で かかわらず、インドネシアのフィリピンの介護福祉士候補生は、職員の配置基準に入ってございません。そういうところに微妙な彼らの心の屈折も出ておると私は思っておるわけでございまして、どうか皆さんの手によって、来年試験があるわけですけれども、どうか一つ現状を見ていただいて、 皆さんにおすがりしたいという気持ちで、今日この場へ参っておることをご報告させていただきます。あとはどうぞ、ご質問をいただいたら、みんな答えてくれると思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではですね、私の方から、まずあの質問をちょっとさせていただいて、その後に皆さんにお任せしますので、よろしくお願いいたします。えー、っとですね、まず、あの和久慈さんですね。 えー、ドイツ賃金、ドイツ労働というところが日本のメリットというかねいいところだというお話でしたけれども、はい、インドネシアでその同じ仕事をした場合とそれから日本で正規職員としてですね同じ仕事をした場合のサラリーといいますかあの給与の差というのはどういうふうに見たらよろしいんですか。 やっぱり先ほど私が言ったように、ドイツロード、ドイツ賃金で、私が、あ、これでよかったな、これで日本へ行けたらよかったなと思ってました。あの、日本へ行く前に私が6ヶ月間ぐらい、あの、小さな病院で看護師として勤めました。はい、その時の給料は、日本の院と言ったら6000円 6500円ですね。1か月ですね、それ。7000円ぐらい、1か月。そして日本に来て、びっくりしたぐらい給料をいただきましたね。最初の給料をいただいたとき、自分が数えてみたら、やっぱり17か月間分いただきまして、すぐに家族に電話して、 よかったな、日本を選んでよかったなと親から言われてました。ああはいあ、はい、りました。ありがとうございました。えー、っとですね、ええー、フンさんにもう一つだけ質問ですね。はい、あの、先ほど、日本を選ぶかね、クエートを選ぶかというね、あの選択肢があるという話でしたが。やっぱ、そのイスラム教のね、えー、国から来た、その。ことがですね。<laughs> 日本の,その生活の中で、ね、どういうふうにマッチングできるのかそのイスラム的ないろんなその手続きとかお祭りとかです、ね、いろんなものがありますよね、それを日本の,その介護士をしている生活の中で,です、ね、どういうふうに溶け込ませていくのかについてこの3年間、どんなふうにされていたのかということはお聞きできますか。はい 宗教の関係だと思っていますが、やっぱりわれわれは看護師として、看護師になる前にサービス、それともいわゆるサービスですね、誰でも宗教に関係なく、国に関係なく、どこの人でも提供することはするべきである。 そうですね、はいあの。看護師としてのサービスです。はいはい、だから、もしあのク加イトを選ぶ人はあのイ,スラム環境イスラム環境でよかったと思う人がいるかもしれませんね。うん、でも、私はあの日本を選ぶのはそういう関係ではなく、やっぱりあの日本はコロナ技術を持っている国として日本,へ、はい、日本で勉強したい。はい、そして日本に来て、やっぱり僕もあのイスラム教として、 まあそういう問題はないですね。大きな障害はないですか。ないですね。あのお祈りとかそういう食べ物とかちゃんとあの職員たちがあの教えてくれてあの時間も与えていただけますなるほど。はい。わかりました。じゃあ鈴木さんにもお聞きしますけども、えあの友達でね今回あの。 受験をしてです、ね、今受からなかった方々が、ね、全体では6割近くいらっしゃるんですけど淳さんのお友達にも、ね、多分いらっしゃったと思うんですがそういう方々が、ね、もう1年チャレンジして頑張る人とそれからまあ残念ながらもう帰,帰る人と2種類いらっしゃると思うんですが、ねはい、そうした方々の気持ちを代弁して何、ねはいえー、かおっしゃりたいことはございませんですか実際はあの掃除機機能の夜 私の友達とあの話まししまたこのことを話すときは彼女が涙を出てながらこう明日合格発表あるということをしてでもあのその3年間で日本で働いてその勉強があまりできなくてその 仕事をしながらその勉強ということで、その1人で勉強するのがとても難しいと思います。うん、彼女がなかなか勉強の時間がもらえなくて、家で1人で勉強して、どこから勉強するのが自分にもよくわからないって言われました。うん、どこかから勉強するのか、うんうん わからないことがあったら誰に聞けばいいのか全然分からなませんでしたで本番に高校試験をやってもうその試験の前に先生にこう私ダメやっぱりダメかなやっぱりできないとで泣いてましたどうすればいいのですか私きっと 合格できないと言われましたで昨日施設からにも延長してくれるという話もありましたが、うん、その今の状態のように、変わらないままで勉強の時間がもらえなくて、1人で勉強するのが、1年間延長しても、何も変わらないことがありません。 1>, 1年間延長としても一人で勉強するのがもうやっぱり1年間だけでも無駄になります。私にはあの彼女がもう一回落ちたくないです。もし1年間の間にあの誰か先生について勉強する、来てくれ,すれれば。 きっと自身があの少しずつ増えるかもしれませんけど、施設からには何も変わらなくて、ただ仕事だ,仕事だけ出身して、1年間やって、その後帰るということは、彼女からが本当に悲しいことです。だから、彼女も今はまだ迷っています。 変えるかどうかまだわからないです、うん。はい、ありがとう。はい。もう一点だけね、やはり何よりも難しい分厚い壁は、はい、やっぱり言葉の壁ですかね。やっぱね。はい、で、まあ三年勉強しても我々だってうまくねなかなか日本語って難しいと思うんだけども、試験を実際受けてみてどういう点が一番難しいとお感じになりましたか。あの私たちは日本に来る前に。 まだひらがなとカタカナを勉強しましたが漢字が全然一つも勉強,勉強したことないです。うん、日本に来て本当に小学生の漢字を1学生から 6, 6年生まで勉強してでそれとも仕事をしながら仕事終わって家で勉強して で実験勉強するとき、本当の日常生活の日本語と、また別の方言と、専門方言もよく出ますから、あの模擬試験あの、過去問題見ても、読めないです、1人で。漢字が、呼び方が分からなくて、もちろん意味も分かりません。 そして、どうやって質問を答えられるのか、誰に聞けばいいのか、きっと先生に言ってくれれば、いつもわからないことがあったら、すぐ聞けます。だから、あの、漢字が、えの、質問を答えるときは、 あ1ステップは読める、うんうん、2>, 2ステップはわかる、意味わかります。で3ステップを例えば介護、介護保険制度を分かって、流れを分かって答えるようになります。うんうん、それとも時間を見て、その時間も1分35秒ぐらい。<laughs> で一問を答え,答えるできるようになって、うん、それが外国人としてとても大変なことになります。うん、やっぱりあの介護福祉・国家試験を勉強するために、うん、誰が一緒に行ってくれれば、うん、あの勉強の時間ちゃんともらってどんな 問題にも。できると思います。うんはい、私たちも。もっと。頑張りたいと思います。一、はい、分三十五秒。かかるんですか。はい、かかったんですか。はい、はい。はい。わかりました。 えー、じゃあ柴山さんにお聞きしたいんですけどね、はい、その現場で、えー、候補の方々を受け入れておられて、ですねいろんなことをお感じになると思うんですが、当然、日本人の若い介護士さんたちもいらっしゃるわけですよね、そういう人たちと比較して、そのいろいろ特性があると思うんですが、その辺についてはいかがですか、はいえー、まずあの、彼たち、初めて迎えた日ですよね。 1> 1月の29日彼たちを玄関で迎えてそして入所者の前に挨拶にその時に彼たちがした行動はすぐに寄っていって手を添えてそれで膝をついて話を聞こうとするんです。 方言がわかりません。でも、その方言がわからんところで、聞こうとする努力が、最初の、来て5分でするわけですよ。そういった意味では、本当にこう、インドネシアで看護学を学び、そして、やっぱり日本の介護とインドネシアの看護の、全く違いがないっていうところをこ見せつけられた。っていう意味では、やはりすごく、 あの入所者の方、認知症の方でも、彼たちの優しさをすぐに受け入れてくれるっていう意味では、あの本当にこう基礎教育はできている、そういった人物だと思いまなるほどねそれであの、受け入れ施設側で,です、ね、その実際、試験をして、3年受け入れしあの、研修していただいて、試験をしてその、取らなかった、はいで、6割の人が落ちちゃうとです、ね、はい、なかなかまたこれから先ね、この制度を運用していく上でですね、 えー、その施設としてのメリットといいますかねあの彼らが一人前になって自分たちの施設であるいは先ほどおっしゃったあの国際貢献の意味で彼らをそのなんて,言いますか、ね、育てさせていくようなことができなくなりますね、はい、先ほどおっしゃったもう切れた糸にな,な,なってしまう可能性が多いと、はい、いうことのです、ね、ちょっとプラスマイナスということ施設側としてです、ね、こういう状況が続いた場合毎回ね 年に1回6割の方々が落ちるということがついたときに、どういうその日本の介護施設状況事情はどうなってしまうのかということについて、ちょっと,考えますえっとまず、<laughs> 彼たちから日本を選ばなくなるということが僕は一番怖いことです。今、彼たちの国では、その日本、それから中東、アジア、そしてヨーロッパ、アメリカと。 選択肢が増えてきてるわけです。で、これから、あと5年もすれば、そこに韓国、中国、台湾まで入ってくます。だから、そういった意味で、この59人が帰ることが非常に大きなデメリットになる。何にもメリットがないことですよね。我々、施設側っていうのは、 メリットを求めてやってるんじゃないもともと配置基準の職員を置いてその中で彼たちと一緒に新しい介護を作っていこうってだからワヒュディンさんともいや「この人のおむつどう外そう」ってそれが僕は彼たちと作る介護と思うんです だからそういった人材が入ってこないっていうことが僕は大きなデメリットにつながっていくと思います中村さんにお聞きしたいんですけどねやはり要はじゃあ制度をどう変えるかということだと思うんですね、で今おっしゃっている配置基準に問題があるということなんですけどもグローバルスタンダード的に見ると先ほどその中国とか韓国っていうのは日本みたいにこれほど壁が厚くないような趣旨の。 お話もあったんですけども、実際日本の今のこの制度の位置がどういうところにあってですね、今後どうどう直していけばいいのか、えー、それは政治の力なのか行政の力なのか、その辺のことをちょっとお伺いしたいと思うんですけど。まあもうあの基本的に言いましたら、やはりあの外交交渉でこの EPA で千人 で決まったと。普通はその日本の自動車は関税を低くして受け入れますよっていう約束事で決めたものがなぜ日本で総理と首相が決めた問題がですねなぜこんなにもアンフェアの制度にしてこささないようなこささないような 制度を作っていくかっていうのが、まあ残念ですね。うん、そして今もあの、私は知らなかったけれども。この。勉強ができなかったと。だあの、やはり施設間。格差っていうのが。あるんですね。だから、まあ、あの、私たちの法人では。もう専任をつけて。一月、十二月後半からは。もう試験勉強だけで。 1>, 1月29日が試験日でしたからね1月は実質仕事はしていませんそれぐらいのこの努力を職員も担当職員も介護職も一体になってまあ,あの頑張ったとそれはなぜかっていうとやはり彼らはやっぱり日本の介護職ここに100人おると 仮定しますと評価をするとまあ10番以内に10番前後にはみんなインドネシアのフィリピンの子は介護の姿勢だとかそれから介護の能力だとかコミュニケーションは多少落ちますが大体もう A ランクの中から上に位置します。ということはやはり。 ケアを作る。ケアを作る。チームケアの中心の資格はないけれども、チームケアの中心人物になっておるもんですから、まあみんなが合格してくれよ。うん。一月はいいよ。二月はいいよ。合格してくれる方が一番だからな。そして合格したら共にね、頼むよ。君やがリーダーになって、 一緒に頑張ろうよねっていう雰囲気がある、その現場と、試験を改善してほしい、改善ほしいしてっていう、菅の世界とのギャップですね、うんはい、これをやっぱり誰が埋めるんだと、うん、もう、これしか言いいようがございませんね,なるほどねその官の世界でその大きな壁を作ってる理由は。 責任問題でですすかか何,何になるんですか理念問題ですね、理<念>入れさせたくない、はい、外国の人に、はい、外国の介護福祉士に、できるだけ日本の介護日本人の介護を接触させたくないという理念派が、この当初、システムを作ってきたと理念派ですか、それは官僚ですか。 そうですねああ労働官僚ですかああそうう、労働官僚でしょうか、ねああ、労働官僚ね、理念、その理念はどういう理念なんですかね。いやいや、まあうん、だから、尊皇攘夷のようなもんでないんですかね、排他、うん、的なということですね、的なだからやっぱり、あああの日本人にはやっぱり日本人によって介護をしようと、皆さんの介護の論理の中で、男の人の介護は男でいいのか。 女の高齢者に対する介護は女性介護士がいいかっていろいろあるじゃございませんかそこはいろいろ議論がございますが、うん、それは絶対日本人の介護は日本人以外にはさせたくないという私は理念しか考えられるのではないかかりましたはいありがとうございましたでは会場から質問を受けたいと思うので挙手、えー、して。 質問してくださいどんな質問でも、彼らは答えられると思うんで、どうぞ。えーはい、その後ろ、ちょっと、その後ろの方、どうぞ。参拝チーの木村と申します。 えと中村さんにねお尋ねしたいんですけど、今回の37.9%合格率、高いと見た方がいいのか、低いと見た方がいいのか、前回の、今回のね、看護師の三パが11.3%だったでしょ、それなんかと見ると、数字だけ見ると、高いといえば高いんだけども、実際のところ、どう見たらいいのか、その辺のところ、教えていただけますす私はですねあの低いと というのは、やはり私はあの評価の仕方が、皆さんも考えていただきたいんですけれども、この評価の仕方を変えないといかんのではないかなと、こういうようにあの思っておるわけでございます。だから今回も合格率が63.9%と、これはあ,のあくまでも、 相対的な評価ですねだから私はやはりこれぐらいのコミュニケーションが取れたらそして介護力があればっていうのであの特にこの EPA の介護職の合否はそうすべきでないかというようにあの思いますそしてこの今回の試験はこれ発表されてますけれども75点があ合否ライン だそうであります75点が、まあ、これを見るとですねやはりあの日本語によって惑わされた部分というのが私は何問あるか分かりませんが聞いておるところを見ると20問ぐらいいはございますね日本人でもどちらが正解か分かんないというのも含めますとねやっぱり20問は言葉の壁で不合格になって。 ているとこういうように考えてみますとですね。私は。これは低かったな。と、これだけ努力して3年間頑張ってきたのにと。そういうようにあのー、思えます。だからやはり早く改善しないと合格したものより不合格したものがどういう影響を。今後。 インドネシアやフィリピンに与えていくかということが私はやはり大変なあデメリットになるからやはり合否っていうのは考えていくべきでないかなとまああの今回の結果はこの程度で良、まあ、かったっていうか仕方がないですよね。やっぱりとしてこれで合格者が出 富豪会社が出とるわけですから。しかし、次回はこれではいけないなと。こういうあのー、合否基準で言いますか？合否の仕方っていうのを抜本的に考えてあげなくてはいけないんじゃないか、こういうように思います。はい、ありがとうございました。ではどうぞ。 個人会の川内ですこれもあの中村住人候補に聞きたいんですけれども、えー、いわゆるその外国人介護士候補生についてあまりあのどんどん受け入れるべきではないというふうに主張している人たちはですねすなわち、えー、確かに内外無差別かもしれないけれども、えー、外国人 介護士あるいは看護師が増えていくことは結果として日本の介護士なり看護師の処遇改善につながらないつまり待遇が固定化されてしまうとだからあまり積極的に入れるべきではないんだということを主張する人がいますがそれに対して中村さんたちはどうお考えになっているかというのは1問それからもう1つ さあ先日、2月になって厚労省は介護士、外国人介護士、候補生等について、配置基準について、一定の条件下でまあ1年いる、あるいはご学ができるという人については、夜間の配置、あるいは中間の配置について、配置基準を認めるということで、大変、 制度的に改善されたというふうに発表し、報道もされましたけど、まあ、そのことについてどう考えるか、その2点お願いしますすはいいお願いします、はい、あの私はですね、それじゃあ皆さんね、あの看護協会がおっしゃる、これ全然あの、EPA と関係ないことですけれども、介護 看護師の協会がおっしゃっておるのは、40万、50万の潜在看護師がおりますよと。しかし、現実的には、もう看護師不足で、今、どこの病院もですね、もう本当に先につばをつけなかったら、介護士養成学校に行く前につばをつけなかったら、 看護師は獲得できないというのは、しかしデータは50万ですよね。50万現実的に看護の職についていない。それじゃあ皆さんね、介護福祉士の養成校、定員がございます。介護福祉士養成校の定員の中で、今、どれだけの比率、 ますなわち定員が80名の学校が、介護福祉士コースの学校が50、50%を割っておるわけですね、希望者がですよ、手を挙げる希望者が、この現実を見ていただいたらね、いかに不足か、大不足か、介護も看護も大きな不足かということでございます。それが私は論より証拠でないかと このように思いますもうあとの次の質問でございますけれども、まあ、ご存知のとおり、この人員配置基準に入らないと、まあ、これはもう皆さんご存知のように、3対1、3対1、入所者3に対して、介護職1っていうのが、まあ、一応あの特養ホ法務等の基準の介護職の数でございます。 だからそこでそしてその日本が日本人ならよたよたのおじいさんでもおばあさんでも業務独占でございませんから介護福祉士資格を持っておる方でカウント3対1というカウントをするんならいいんですけれどもカウントしないんですよね日本人ならいいんですよだから業務独占の世界でないんです。 だから、彼らは幽霊職員だとか幽霊介護職って言われるんですよね、一般的に言えば。そして、そういうことをこのフィリピンもインドネシアも介護人材、配置基準に入れてくれと申し上げると、まあ、あの読売新聞が一番にトップで書きましたように、うん、夜間 OK っていうような話が出ましたが。 これは実質的に、この人数カウントに入れたとしても、この場合は全部日本人の人員配置基準でですね、オーバーをする人材が必要な現場ではないんです。だから、弾みがつくわけではないんですね。 そういう状況下でございますから、今回のこの見直し案の現場実態を、うん、変える形になってですね。各施設が手を挙げるはずみになっていないということでございます。これもあの説明すると、ですね、このサービス提供体制強化加算というのがあってですね、この加算制度による。 わけでございますからなかなかちょっと説明がしづらございまして、うんうん、よろしくお願いしたいと思いますがなかなか制度が難しいですね非常にねはい、えーはい、どうぞ <noise> 個人会員の原田と申しますあの四人の方にそれぞれお伺いしたいんですがあのまあ あの今お話も聞きますと看護師の場合はチャンスが1回と試験は介護福祉は2回ということですねじゃ実際そのまあ試験をやったり試験を準備をしたりいろいろする、まあ、あのことがあると思うんです、まあ、勉強できする時間がないとかいろいろあると思うんですが実際じゃあ制度をどういうふうに変えたらあのよろしいんでしょうかね試験を試験の回数をどれくらいにするとか滞在期間をこうするとか事前の何かこうそれぞれ皆さんが こういうふうに変えたらいいというのを自分自身が経験なさってあるいは前の方で先ほどもおっしゃいましたがその辺こういうふうに変えたらどうだというのありましたら4人の方すべてにお伺いしたいですはいじゃあまずヒルディンさんから、ね、制度をどう変えたらいいかというあなたの一番感じているところ一つはいはいやっぱりあの先ほど看護師は3回から4回までのチャンスがあって 介護福祉士なら1回しかないですね。やっぱりこういうところは私から最初からこれは不公平と思っているからやっぱりこれからもし改善してくれたら最低でも看護師と同じようにしていただきたいと思います。はい、4回、最低でも4回。なんで1回しかできないんですかねあこれ制度だから今ね。 そうですねあのあ<ー>この線路はそうですね,な,ね、はあはあ、なるほどはいそれは分かりやすい答えでしたじゃあ、はい、どうですか安住さんで私の答えはあのワヒリに言った通りに1回チャンスしかないということはやっぱりあのプレッシャーが高いですでもそれともその私,私の場合は 施設で。その。応援してくれる人が。いっぱい。いました。でも。そう、あの、応援してくれない施設も。あります。うんはい、この施設は。あの、同じように。やり方をして。施設の方にも。候補生の方にも。 お互いに一生,一生懸命頑張って、国家試験を合格するように応援してくれればよかったと思います。はい、何回延長しても、うん、誰にも応援してくれないなら、うんうん、意味わからないです。うん、何もいい結果でないと思います。うん、だから一回チャンス だけでも難しいしいでももし3年間経験して1回チャンスしてもらってでも3年間の間で誰かがみんな応援してくれるなら大丈夫と思いますけど時間の問題だけじゃなくて1年間2年間3年間とかそれだけじゃないけどじゃない。 でも、うん、一人でやっぱり一人で頑張って頑張っていてもそれができないです。お互、うん、いに一緒に頑張って、うんうん、施設の方にも、うん、候補者方にも頑張って、うん、それならきっとできます。はい、はい、以上です。ありがとう。阿部さんの言っておられることは非常に先ほどから一貫してて。 ちゃんと施設のサポートがねあるなしには大いに大違いだと施設と構成が同じやり方をしてやってれば、うんうん、多分その国家試験のあ何でも問題にもできると思います。うん、はい。ありがとうございます。はだから柴山さんそこですね施設間格差の話ですね。そんなサポートをしない施設がなぜわざわざ受け入れ構成を受け入れて 見るのはちょっと不思議なような気もするんですけども、はい、その辺を含めて、先ほどの回答、質問に対する回答をお願いいたします、はいえっと、まずあの、試験の回数がということなんですけれども、僕は介護福祉士、介護職員、この介護業務っていうのは、業務独占ではない、あくまでも名称独占、介護福祉士という。 ですから、名称独占の仕事に対して、国家資格である介護福祉士の試験を受けて、合格しなければならないという制度の方に問題があると思います。それよりか、母国でそういった医療系の資格を持って、EPA で来日する。 その母国で医療系の資格を持って EPA で来日する者に対しては別の制度、別の資格試験があってもいいんじゃないのかと。いうふうに一つは感じるわけです。それから、あの、その今、こうあの、各施設間での研修等のですね、勉強等の格差ということがこう出てきております。で、やはりそれはあの、施設にすごくこう負担がかかる。 例えばあの、うちの施設でございましたら、最初1年目、2年目というのは、日本語能力試験に向けての勉強をさせます。ですから、日本語能力試験の今でいう N3、それから N2 というところを、この2年間で資格所得を目指そうと。ですからそのために、日本語の教えれる先生方を、 雇うわけですよねでそうしましたら、やはり1年間に、えー、100万近くの費用がかかります。やっぱりそういったところの、えー、費用のかかり方っていうのに、重さを感じて、そういった差が出てるのかなっていう気はするんですよね。えー、でもやはりそれは各施設、いろんな形で、えー、誰がやろうかっていうことで取り組んでると思うんですよ。だから日本語能力 っていう部分にこう最初2年間を済んで残り1年間で介護福祉士の国家試験対策をというのがうちの施設ではやっているやり方でございますなるほどねいや渋谷さんのね先ほどのおっしゃることは要するに国家試験の話でしたね、はい、だからインドネシアで資格を持ってる人が日本に来てまた日本の国家試験を受ける必要はないという趣旨の話ですか あ医療系の、はい、だから看護学を学んできてるわけですよね、うん、で、看護学を学んできてるのに、その資格を、早く言えばえ、介護福祉士、介護現場で3年間働くことで、受験資格を与えますよ、うん、でもそれは極端なこと言ったら、あの資格を持ってなくて来たって同じなわけですよね、うん、看護学を持とうが、うん、それから一般の大学を出てやってこようが、<ー>ところが、うんあの、例えばアルバイトで。うん 外国人の方を雇い入れします。アルバイトで雇い入れる外国人の方には、配置カウントはしても OK なんですよね。EPA だけダメ。っていうのは僕はこの制度の方が、どうして EPA だけダメなんですか、うん、この人たち看護資格持ってるのに。と声高らかに言いたくなるわけです。 アルバイト日本人のアルバイト、ね、日本、あのじゃあ外国人の。外国人のアルバイト。外国人のアルバイトを施設で雇い入れた場合、例えばそれはカウントとして、人員配置で、えー、3対1という人員の中にです、ねうん、入れちゃってるわけですよね、ほんで、うちにはこれだけのアルバイトで、0コンマ3人分のアルバイトがいますよとか、うん、いうふうな形で、えー、それで介護現場の中で働けてる。うん、のに、彼たちは看護資格を持ってるのに、カウントされない。で、大切な場面。 そういった一対一の場面に、彼たちを使うことができない。それは、カウント配置基準がないから。ということになっちゃうわけですよね。せっかくの EPA で、ね、約束した。枠組みが、まあ、うまく活かされてないという。ことなんですね。わかりました。はい、中村先生。中村先生。まあ、はい、はい、私はもう一番に。あの、ご質問に。えー、ポイントとして、お答えするのは。 先ほどちょっと質問の中にも出ました政府の今回の見直し案の中に日本語能力試験 N2 以上って書いてございますよねだから N2 以上の方はコミュニケーション力から言えば合格とそれから受け入れしてって終了経験が1年達した以上このハードルもしていただくとそして その先ほども申し上げたのは日本語の壁で介護力というものが試験で課されとるもんですからそのところに不安があるなら何ヶ月かの履修専門学校へ行って短期大学へ行って介護職の履修でインドネシアの 看護という国家試験を受かったものが、ですね半年なら半年の履修で OK ではないでしょうか、履修で、まあ、あの自動車勉強証を取るようなもんで OK でないかと、だからただ、皆さんがよく言うのは、コミュニケーションですから、コミュニケーション力は、これはまたこれで N2 以上だとか、N3 のものに対しては、 どういう判定を決めるかっていう形の,、まああの構造改革を今回の制度自体の改革をしなくてはいけないんじゃないかなとそしてもちろんこの施設側は最初の段階でこのインドネシアのこの研修生に対してね1対3というインドネシアの方がおるから1対3を超えたというような施設はね それはあのいかがなもんかと思いますから、施設側に貸すには1対3をちゃんと超えておる施設側というような条件さえ貸せばいいんじゃないかと私は思います。はい。ありがとうございます。質問続けましょう。はいどうぞ、うんえと。朝日新聞の浜田と申します。あの厚生労働省があのこの 介護人材がです、ね、人手不足はないと言い続ける背景には今、日本で例えば製造業がどんどん海外移転してあの雇用機会が国内で失われるとそれで、えー、ぜひ医療とかあるいは介護に、えー、ぜひ日本人の雇用の受け皿になってほしいというふうなです、ねまあ、期待というか気持ちがあると思うんですねでこういった主張については島田さんあ,のあるいは中村先生どういうふうにお感じになっておりますか。 どうぞえっとまずあの製造業の方々にということなんですけどもえ私たちの施設におきましてもえ例えばあの製造業の方缶詰工場えそれからの土木業の方えそういった方々にですねえこういった介護現場でえ再初、職して頑張りたいとえいった方が来ますがまずそこで 費やす時間は人と物との違いですよね。やっぱり我々は人を介護する。人を、人っていうのはやっぱり心がある。その心を見抜くこと。で、えー、このことに関しましては彼たちの方が本当にうんと優れてるわけですよね。それからもう一点は、えー、介護人材として、うちの施設でもそうなんですが、あのー、施設で、 老老介護が始まってると捉えていただいて結構なんですよ。っていうのは、60歳定年で、60歳の者のに、また再雇用して介護をしていただく。っていう現状があります。で、その中で、また彼たちも働いてるわけですよね。で、じゃあどちらの場面に、力のいる仕事を、危険な場面、どちらの方に使おうかって、介護、リーダーは介護主任は考えます。 でも、その時に、彼たちは簡単に資格がないからって弾かれちゃうわけですよね。だから、実際的に、今、介護人材が足りない。これはもう現実なんですよね。え、こういった首都圏における特別養護老人ホーム等に置かれましても、100人の施設ができても、介護職員が集まらないから、50床だけ一部オープンしますよ。 というふうな形での解消の仕方をやっている、これはもう5年も前からそういった状態が続いているわけですから、やはりそういった意味では、本当にこう今、大事なこういった人材というものをこう育てていくということが僕は大事なことだろうと考えています。やはりあの厚生労労働働省が労働特会で 離職者対策で他の業態から2年間この生活費も出します、この専門学校の介護福祉士コースのこの就学補助金も出しますということで、かなり弾みをつけたけれども、最近だんだんあの手を挙げる数が少なくなってきた。そしてまあ私が思うのは 2025年までに90万と、だからといって、その EPA をまあ1000人、2000人、3000人入れたら、この90万、日本人が弾かれるかといえば、そうではないですよね、やっぱりそういう離職者の30歳、40歳、50歳からも、試験、国家試験取って、 あの現場へ入ろうっていうのはなかなか最近も質はいいです、高等学校出たものよりは、だからそういうあらゆるところから人材が寄ってきてこそね、やっぱり介護をしようっていう、我々の世界では、う羨む職業にしようと、羨む介護職にしようというキャッチフレーズを持っとるんですけれども、ああ、インドネシアからも来るぞ、フィリピンからも来るぞ。 日本のこの建設現場からも来るぞ、そういう流れができて初めてこの2025年ですよ、もうあと十何年で、あと90万も足らないんですよね、そういう状態というのは、みんなが手を挙げ出してこそ、相乗効果が生まれると、私はそう思います。 えー、質問は他にはどうでしょうかね、えー、もしなければですねあのお二方ね試験合格されたお二方に最後になんかもう一言ずつどうですかおっしゃりたいことはございますかはい本当にこの3年間いろんな体験させていただいてあっという間でした国家試験は 本当に難しいと思われています。僕もそういうことを思っています。しかし、みんなのおかげで、今回は合格ができて、本当に今まで応援している方々に感謝を持っております。そして、日本の政府に対して、私が歌いたいことがあります。先ほど言われたように、 我々はインドネシアで看護師資格を持っているようそして介護も含めてそういう知識を技術を持っています。しかし日本で日本に来日して我々の資格は日本政府は認めてくれない。私が言いたいのはインドネシアでは私たちが持っている カン看護師資格日本で認めていただきたいと思います今日は本当にありがとうございますあ、まあ、最後です、ね、じゃあ安住さんも、はい、あの今日合格発表を見て本当に私の受験番号あってこの三年間の頑張った気持ちを本当に ほっとしましたスタッフ施設のスタッフから先生たちからもいろいろ応援してくれて今まで本当に感謝しております私私だけでなくて私と私の友達にも最初から日本のことが好きです日本の 国からいいろんなことを学びたいです。だからこそ私だけじゃなくてみんな最初から来た友達も日本のこと好きですその思い変わらない変わらないようにずっと日本のこと 好きになりますだから私たちは日本の国を選ぶ理由は日本のいい国だと言われました日本の規律や文化やとてもいい国だと言われましただからその思いをなくさないように みんな一緒に介護,を仕事を介護の仕事を日本にずっと働か,せる働かせたいです、それだけです。ありがとうございました。はい、ありがとうございましたでは最後の恒例の,この,あのお二方に、日本語でちゃんと記号をしていただきました、これはアスリさんですね。 アスリさん、合格ができてよかった、ですね平成2 0年3月28日、これはヒューディンさんですね、インドネシア人介護福祉士、ヒューディン合格ありがとうと書いてありますね、非常に達者な字であります、えー。ということで、えー、今日は皆さんありがとうございました、ことばおりにいたします。